うん、やってみてもいいかなと思います、はい、そこまで言うなら。そこまで言うなら。まあちょっとこれは売れそうですね、はい、いや、いいと思います。いいの見つけてきましたね。ありがとうございます。おお、ついた。すごいですよね、世界で。はい、こんにちは、花原です。じゃあ今日はせいやさんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。せいやさんは、はい、クラウドファンディングを実践してもらってまして、はい、前途多難という感じでなっておりますが、まあ、はい、せいやさんがやってもらってるのがあのメーカー系のクラウドファンディングということで、まあ、クラウドファンディングでいろいろあるんですけど、まあ、自分らで商品作ってこいという感じでやっていますと。作んないといけないんで、まあ、ちょっと時間かかりますよねっていう感じですよね、はい、これは1回できたらポン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 作れるようになると思いますけど、まあ、まず1回目がね結構重要なんで、気合い入れてやっていこうということで、はい、で前回までのね動画は概要欄に貼っといたんでぜひ見ていただきたいんですが、前回ですね、はい、せいやさん持ってきたやつが、まあ、普通にアマゾンあるやんみたいな、 そうですね、それちゃんと調べてきてよって言ってたにもかかわらず、はい、真ん中ストライクのアマゾンのやつを持ってきたんでどうすんのみたいな話になってきまして、はい、もっとね独創的なやつっていうのを作りましょうよっていう話になって終わったの。そうです。そこから月日は流れ、1ヶ月2ヶ月まで流れてるんですかね。届くまでリードタイム入れると。そうですね、まあちょっといろいろ探してきてもらって、僕もねそのいろいろせいやさんと、まあ、この撮影だけじゃなくて、ね、チャットでもやり取りさせてもらって、これどうですかあれどうですかみたいな感じでもうめちゃくちゃ動いてもらってたんですけど、はい、まあ、ようやくですねサンプル届きました。はい、ようやく。まあちょっといろいろあったんですよね。だいたい中国で作ってもらってるんですけど、はい、中国の物流がもう止まりまくり。そうです、まあ、ロックダウンとかね、はい、しちゃって、まあ、工場も止まってるし、はい、ということで、まあ、いろいろ遅れたということですよね。もあります、はい、ということでようやくねこうサンプル届き出したので、またちょっと開封しながら、はい、ちょっと見ていこうかなっていうお話をさせていただきたいんですが、はい、まあ、今回仕入れてきたものってどういうものですか。はい、1種類目が車のスマホホルダープラスワイヤレス充電器。あ、そこを選んだんですね。1種類目がまあ、スマホをガチャってやる車系のブランド作りましょうっていう話なんです。すいません、ちょっとここで前提ありまして。そうですね、車系でねこうクラファンやるのどういうのがありますかって時に、はい、スマホホルダー、はい、を選んでたということですね。これが1種類目、はい、で2種類目が2種類目が体並みの代わりになる、はいはい、結構最新式のカープレイっていう商品なんですけど、最近ちょっと外車とかにも付いてたりとかして入ってきてるので、はい、それを持ってきました。おー、はい、カープレイですね、はいはい、まあ、この辺ちょっとまた後でね、ご説明させていただきたいかなと思うんですけど、まあ、じゃあ1種類目の分かりやすいスマホホルダー、はい、そうです、方からねちょっと見ていきたいと思いますが、はい、ごめんなさい、サンプルっぽくさっきたまらず開けちゃったんで説明していただきましょう。はい、こちらですね。はい、まあ、ちょっと今光ってないんですけど、うん、まあ、デザインもちょっとかっこよくて、はい、これは大きめのスマホだったりとか iPad mini とか、はい、まあ、タブレット系がこう一つガシャンとこうくっつけて、まあ、ナビにできますよっていうホルダーです。なるほどね、ちょっとお願いします。はい、でワイヤレス充電とかもできるみたいな。そうですね、あと縦横にこう回転してくれるのかな確か。これ普通に Amazon で売るんだったらおいいですねという感じでいくんですけど、今度クラウドファンディングなんで、やっぱクラウドファンディングってその、まあ、幕開けの、ね、ページにも書いてましたけど、新しいものを売りましょうって書いてあるんですよね、はい、幕開けの中にはもうすでにクラウドファンディングって文字はなくて、新しいものを売るサイトですよみたいな感じで書いてあるんですけど、これは何、どこが新しいのかっていうのをちょっとねお聞きしたくて、チャットの方でもちょっとご相談させていただいた時に、これはうーんって言われたんですけ ですけど、はいはいはい、まあ、正直に言うと、はい、まあ、あの早く知れなきゃっていう気持ち半分ありつつ、大きめのタブレットをガシッと掴めるっていうところ、ね、大きいよ、普通のやつより大きい、はい、画像では結構かっこよくて、うんうん、充電のところがこう2つあって、はい、ちょっと見にくいかもしれないけどまあここは2つある、はい、しっかり 15W 充電できるぞっていうので、はいはい、まあ、デザインとかで言うと、まあ、本当に見たことがなかったので、うん、名原さんそういったものに実はいけんじゃねえのっていうので、あ、なるほど、ね、ちょっと一回入れて、あ、いけるじゃんっていうのを狙ってちょっと持ってきたんですけど、うん、正直ね、もう分かんないんですよこれ、はい、もはや僕も、はいはいはい、僕も最近なんか、まあ、2、3日前に出したクラウドファンディングあるんですけど、はい、まあ、もう300万ぐらい売れてて、おこんなに売れると思ってなかった。単なる工具箱だった、あ、そうなんですか。工具箱に車輪がついたっていうのを出したんですけど、おありそうじゃないですか。まあまあまあギリありそうですね。分かん、出してみないと分かんないんだけど、はい、まあ、普通に300万で売れたんで、やってみないと分かんないですね。それは何
んでやったんですか？かっこいいからですか？それは海外のクラウドファンディングでちょっと売れてたので、はい、500万ぐらい、あ、そういうことです。日本でも売れるかなと思ってやったんですよね。なるほど、うん、一番最初の方でもお話しした通り、同様のものが売れていると、はい、まあ、確率は高くなるかなっていう話であるんですよね。ちなみにこのスマホホルダーを探してきた時に、このスマホホルダーっていうのが幕開けとかグリーンファンディングで結構売れてた感じです。まあ、ワイヤレス充電で何の変哲もないやつっていうのはちょこちょこ出てたんですけど、はい、よくアマゾンで見るようなやつが20万とか30万とかだったんで、ちょっと僕がいいなと思ったんだったら100とか200いくのかなと思って、はいはい、なるほどね、ちょっと持ってきてみたんですけど、わかんないですね正直ね。これこれ大きいやつを欲しい人がほんまにいるのかっていうところがまず一つあります。そうですね、はい、なので結構これだけだと厳しいかなとは僕は思います。まあ、差別化してというか、今までなかった新しいものをってなった時に、今までこうあったものにちょっと何か機能とかデザインを付け加えて新しいカテゴリーを作っていこうっていうのが今回のクラウドファンディングなんですけど、うん、付け加えた時に誰もいらない方法とかに持っていく人もいるんですよ。それはもういらないから今までなかったんでしょみたいな感じに なることもあるんで、はい、これちょっと今回その類の気がします。はい、ちなみに別にご利用ししたいわけではないんですけど、はい、いいものかで言うといいんですよ。はいはい、最近のスマホ大きいじゃないですか、うんうんうん、でしっかり報道してくれて、うん、結構縦横にこう回ってくれるっていうのはウィーンって回るんですよね、はい、かっこいいなかっこよくてっていうので、うん、物としては実は僕はいいとは思って、いいと思いますね、とは思ってるんですけど、確かにちょっとクラファンって言われると、うん、まあまあやってみてもいいかなと思うんで、はい、まあ、正直ねほとんどこのコストかかんないんでやるので、うん、まあ、やってみてもいいかなと思うんですよ、はい、そこまで言うならそこまで言うならまあちょっと最後までちょっと見てくれるかも。じゃあまずこれ1個目ね。はい、はい、まだじゃあもっといいやつがあるってことですかね。ちょっと順番ミスったかもしれないですけど、はい、これです。ウィーンって動いて、あ、動いて動いて、ああ、こんな感じなんだ。はい、あ、これじゃあここの中に何か入ってるんだ。あ、モーター入ってそうですね。おお、わかります。これオートで、はい、ウィーンってなる。これだけいや、あるやん。まあこれはあります、はい、で、はい、これもちょっと一言で終わっちゃうんですけど、はい、今あるやんで終わりそうだ一つだけいいですか。ワイヤレス充電って、はいはい、スマートフォンによってこう場所が違うんですよ、充電の。ああ、なるほどね。なので iPhone だとちょっと無理やりこう上にしたりとかしないといけない、うん、これは自動で充電の場所を感知して縦にこう動いてくれるっていうところ。わかります？ここチーってね、この部分、この部分が上下に勝手に動くってことですね。あんまり市場には出回ってない、そこを売りにしてるところは少ないので、はい、まあ、ちょっと入れてみたんですけどどうです？一応これで終わりです。これ終わりこれに関してはこれで終わりです。わかんない。これも言われてみれば、うん、まあ確かに便利だねみたいな感じぐらい。どういうタイトルですか？充電箇所が動く。そうっすね、近未来のちょっと便利ぐらいで。なるほど、ね、にはなっちゃいますね。わかりました、ありがとうございます、はい、やってみるっていうのもあれですね。これもクラウドファンディングのいいところはやってみるができちゃうっていうことなんで、はい、これとこれ両方性能があったりとか欲張りセットみたいな感じであればそれが一番良かったんですけど、やってみるかもしれないですこれもしやったら結果ね、はい、せやさんの方からご連絡します。で次がこちらですね。おお。ちょっといいですか？はい、なんすかこれは。リトルワン、これもホルダーですね。はいはいはい、こっちはちょっとデザイン推しにはなっちゃうんですけど、これもちょっと本当は光ってほしいんですけど、まあ、ここが青く光るんですよ。画像で見るとすごいかっこいいんですよ。なるほど。一応現地のセラーさんによると、はい、韓国でバカ売れしてると。あ、まあ、分かります。これあの、はい、Amazon とかめちゃくちゃ売れてますからねこれ、はい、僕の知り合いも売ってますけど、まあ、年商何億あります。これ売ってるだけ。ただし、はい、クラファン向けかなかっこいいってことですよね。あ、そうですね。まあでもね、クラファンもね、かっこいいだけで売れることも結構あるんですよ。あ、これはもう読めない。やってみてもいいかも。あ、これカリッカリの画像で見るとめちゃくちゃかっこいいんですよ。実際見ても、はい、まあ、質は良さそうだなとちょっと思いますよ。これはもう単純に青い光もがかっこいいと。なるほど。で、ちょっと質感もいいというところがこれ一つ目。これは？これもちょっと実際光らないとわからないんですけど、質感もメタリックでかっこよかったりとか、すごいちっちゃいのに自動でこう動いてくれる。なるほどね。これが自動で開いたり戻ったりすると。これで開いてここのボタンを押すと
閉じる。あ、かっこいいじゃん。スマホをガシャンってガシャンってやると自動的にってことですね。そうですね。で、60、これなんですか。これは多分ですけど、これ内蔵されてる、内蔵バッテリーが自動で開いたり閉じたりするときによくあったのが内蔵電池なんですけど、はい、電池が入ってないと車から給電されるとエンジン切った後に開いてくれない、自動でっていうので多分電池内蔵したんだと思うんですけど、これは充電はできないですね。それ充電はできなさそうです、ね、単に挟むだけっていう感じですね、はい、ちっちゃくて自動、ここにバッテリー表示があると。これはね、さすがに無理かも。あ、そうですか。ホルダー屋さんをするには十分なぐらいで、すごいこと言うと、はい、ホルダー屋さんってめちゃくちゃいて、もう本当に血で血を洗う争いを楽天、アマゾン、ヤフショー、うん、あのあたりで繰り広げていて、はい、そこに今から入るって人は、はい、ビジネス的にちょっとやばい状態ではあるんですけど、そういうことですね。まあ、でもクラファンで、はい、もう絶対それアマゾンとかで誰も見向きもしないような、でもめちゃくちゃかっこいいとか、はい、めちゃくちゃ機能がいいみたいなのであれば、もしかしたら売れるかもしれないなと思います、ね、なるほど。どうせだったらぶっ飛んだやつがいいなとは思うんですけどね。確かに。で、一番最初のやつとかちょっとぶっ飛んでるんで、もしかしたらいけるかもしれない。なやってみないとわからない。セイヤーカーブランドの一つの商品群としてあってもいいかなと思う、はい、やってみます。これね、幕開けグリーンファンディングだと審査通らない可能性はあるので、アマゾンにありませんみたいな感じになっちゃうんで、はい、キャンプファイヤー、キャンプファイヤーはあの正直審査ほぼないに等しいので出せると思いますが、売れるかどうかで言うと売れないかもしれないけど、やってみてもいいかな。100万いきますか。100万は無理だと思う。無理ですか。認証系がもしあるんであれば、例えば PSE 取るのに30万いるとか、はい、Bluetooth の、ギテキトンのに50万いるとかであれば、ちょっとやってみようっていうのはやめた方がいいと思うんですけど、うん、まあ、そういうのはないんであれば、はい、まあ、いけるかなと思って。じゃあ次行きましょう、はい、次が、はい、じゃあこれ今回のメインイベントでしょ。そうです。こっちの試合あるわけですよ、ね、はい、はい、これは何ですか。これは、まあ、先ほど申し上げた新型のカーナビです。カーナビ、はい、はい、選ぶカーナビ最近の、まあ、日本製とか外車とかにもよくついてるんですけど、はい、カープレイと Android Auto っていう機能があって、はい、何かというと、はい、自分のスマホの情報をそのまま、まあ、カーナビに表示しますよっていう機能なんですけど、はい、はいはい、結構高級なカーナビに最初から搭載されてたりはするんですけど、まあ、普通のグレードとかだとないんですよ。せいやさん、実は、はい、あの僕結構車買うの詳しいんですけど、はい、特にトヨタは、はい、まず標準グレードが最近それなんです。あ、ディスプレイオーディオって言って、なるほど、そもそもカーナビついてない。え、あ、そういうことですか。そうなんです。トヨタは最近一番標準グレードはカーナビじゃなくて、そのディスプレイオーディオ、まあ、DA ってやつなんですけど、はいはい、もうスマホくっつけてねっていう。あー、カープレイ、アンドロイドオートがある前提の、もうほんと表示するディスプレイだけついてるタイプになってるんですよ。なるほど。実はあのこの 2,3 年のやつは。あ、なるほど、はい、最近車を買ってない。ちょっと片落ちのやつをお得に買ってたんで。ああ、なるほどですね、はい、さすが車で新車なんか買わないと、ね、ちょっと恥ずかしいですね、はいはい、でもまあ外車とかもね、はい、BMW とかはもう最近カープレイがワイヤレスでできるっていう感じでやってきたりもしてるので、はい、最近は車のナビをとスマホっていうのを、まあ、どうやってつなげるかみたいな、そうですね、ところに入ってきてる感じではありますね、はい、で、あ、追加情報ありがとうございます、はい、今回持ってきたのは2種類あります、はい、ざっくり言いますと、1種類目が車に標準装備でカープレイ機能がついてる車用のもの、うん、2種類目がそもそもナビがついてなかったりとか、はい、カーナビ自体にカープレイ機能がついてないよっていう方向け、この2種類の商品を持ってきました。ほとんどの車はカープレイついてないと思いますけどね。ついてない、ここ 2,3 年ぐらいだと思いますけどね。そうですね。で、そのカープレイついてるタイプにつけるその AI ボックス、はい、どういう機能があるんですか。Android とかが搭載されていて、純正のカープレイっていうのが有線で接続しないといけなかったりするんですけど、車とスマホね、はい、はい、確かに、はい、それをこの AI ボックスっていうものをもう繋いでおけば、車に乗り込んでエンジンひねれば iPhone とこうワイヤレスで接続してくれる。ああ、はい、なるほどね、まあ、確かに今カープレイ僕も、まあ、基本使ってるんですよ。僕も使えるんで、はい、ちょっと不便だなと思ったのは、はい、車と有線ケーブルでつけないため、スマホをね。そうですよね。じゃそれがこうつけなくても、まあ、ポケットに入れとくだけでとか、はい、カバンに入れとくだけで勝手にカープレイに接続されるようになるって感じですか。そうです。おー、はい、それは便利ですね、はい、で、それちょっと見てみますかね、はい、それがどれですか。いろいろ種類を持ってきたんですけど、はい、おー、1つ目がこちらですね。あ、こういうやつですね、はい、結構シンプルな単なる箱みたいな、はい、あとこの USB-C がついてるから、はい、これで車と接続みたいな感じですかね。
そうですね、今シンプルなんですけど光るロゴを OEM で入れれるはずですね、うん、ああなるほど。じゃあこれをちょっとデザイン的に差別化する、まあ今回ねちょっとクラファンなんで、はい、このままだとちょっとねそのままアルバムのやつクラファンやっちゃうのみたいな感じになっちゃうんで、なんかいろいろこうデザイン的に手を加えていけばできるかもしれないですね、はい、そうですね。元からアリババ自体に、はい、あのもうロゴが入ってるメーカーさんもありまして、こういうのって結構売られてるんですか世界で。日本だとほとんど売ってなくて、はい、最近クラファンで出てきたかなみたいなところもですね、すでにこういう類似品がクラファンにはもうちょいちょい出てるって感じですね。そうですね、はい、まあ、ちょっとスペックがしょぼかったりはするので、うん、まあ、本当に使いやすいものっていうのを、まあ、僕たちは売りたいなと思ってるんですけど。あ、なるほど。じゃあ、まあすでにクラファンにも出てて結構売れてますか。結構売れてます。あ、マジですかね。もう数日で数百万いってたりとかもありましたので、はいはいはい、あ、ちょっと目の付けどころは良さそうですね。売れてほしいですね、うん、まあ、ちょっと問題点としては、まあ、クラファンで出ちゃってるんで、はい、全く同じものを全く同じような方法でやるのは結構難しいかもしれないなと思って、はい、デザイン変えたり、はい、中身のスペック変えたりとか、まあ、その辺工場とちょっとやり取りして、まあ、我々用に1個、はい、特別モデルみたいなの作ってもらう必要はあるかなと思います。なるほど、うん、これどうなんですか。結構あるんですか、うん、日本で出てるやつとちょっと違ったりします。まあ、できるだけスペックは高いものを選んだつもりなんですけど、うん、CPU がちょっと8コア、8コアだったりとか、中身のコンピューター結構重要なんですね。そうですね、プラファンで売れてるものの中でもちょっとデザイン推しだけで、はい、と機能推しだけでスペックちょっと伏せてたりするブランドさんもあるので、僕ら結構スペック推してもいいのかなと思ってます。あ、なるほどですね、はい、まあ、でもスペックどうだろうな、まあ、いや、まあ、デザインもね重要かなと思うんで、あ、まだデザインかっこよかったです。これも一緒ですよね。はい、これですね。はい、同じような感じです。そうですね。これを車にガチャンコすると。はい。こちらが HDMI がついているので、はい、外部出力ができますので、セカンドモニターとしてこう、はい、後部座席で映画見たりしたいよっていう方は、まあ、後ろにも表示できたりはしますね。ああ、なるほど。じゃあ例えばこれでNetflix見るとか多分できる。はい、そうですね、まあ、それを後部座席に移すとかができるって感じですよね。そうですね。おお、めちゃくちゃいいですね、子供用に。そうですよね、はい、僕の車とかでね、後部座席で映画を見させるためだけになんかすげえ高いオプションつけないといけなかったんで、ほんとこれあったらそのオプションつけなかったな本当高かったですね。100万ぐらいしました。マジですか。本当です。あ、それは側だけなんですけど。おお、はい、かっこいいね。これはカーボン調の外装ですね。これのにも外装変えれるよってことですね。ごめんね、僕が開けちゃって。あ、いい。なんかちょっとこれデザイン違いますね。はい、これちょっとちっちゃくてかっこいい感じ。でもこれはあれですね、 HDMI ついてない。そうですね、ちょっと薄い感じですね。薄型ですね、まあ、これはなんかデザインも違うし中身のスペックも違う。そうですね、結構いろんな種類がもうすでに出てるということですね、はい、良さそうですね。じゃあこれをちょっといろいろ調べていって、はい、自分たちのモデル作っていって、はい、OEM、 まあ、OEM というか ODM というか、はい、でそれをクラファンやってる。そうですね、やりたいなとは思ってます。おお、これは売れそうですね、はい、いいと思う。あ、いいの見つけてきましたね。ありがとうございます。じゃあこれは進めましょう。じゃあもうちょっと商品開発必要かもしれないですね。そういうことですね。はい、わかりました。で、もう一つがこれは2種類あるっていうもののもう一つの方ってことですよね。そうですね、カーナビ型の形をしたモデルになります。はいはいはい、おー、これはどういうものなんですか。これは、まあ、液晶パネルがついているので、うん、まあ、自分のスマホとワイヤレスでポチッとつなげれば、はい、うん、もうカープレイとして、カーナビとして使えます。じゃあ今までになって自分の車についてたそのカーナビに表示させるものだったけど、はい、これはもうそもそもカーナビとかついてなくてもカープレイ使えるっていう。そうです。おお、めちゃくちゃいいじゃん。こういうモデルってすごい高かったりするんですけど、はい、まあ、結構リーズナブルに使えるのかなと思ってるので、うん、はい、かなりいいと思います。こっちの方が良くない？そうです、あの例えば軽トラとか低いグレードで、はい、まあ、そもそもカーナビついてないよって方 も、うん、もうこれさえつければ、はい、あの最新のカーナビになるので。僕ね、本当にめちゃくちゃ高いカーナビ入れてるんですよ、トヨタの中でも最上級。あ、そうなんです。でもトヨタのナビ使ってないですもん。全部カープレイ。あ、そうなんですか。そっちの方が全然あの使いやすいんで。でも軽トラが悪いわけですよ。軽トラとか、はい、あのまあ、そもそもなんかナビついてないとかつけててもそんな、ね、はい、すごい古いやつとかの人だったらこれつけちゃえば常に最新のナビってこと
ことですよね。そうですね。めちゃくちゃいいじゃん。これ今使えますよね。てか今ここで使えますよね。これ刺しちゃえばどこでも使えるんですね。おお、ついた。ついた。コネクティッドワールドついた。これをなんかこういう。おお。これを。こう。ああ。なるほど。で、これをガチャってつけちゃえばナビになるということなんですけど、あ、カープレイって書いてある、すいません、ね、ちょっと見にくい、カープレイってね、この、はい、書いてあるんで、これ僕の iPhone と接続する、ちょっとやります。これ無線でできるんですか、もしかして。そうです。え、無線。今の僕のナビよりいいんですけど。どうですか。だって無線でこれつながるってことですよね、はい、そうなんですよ。ちょっとやってみよう。つながった。そしてちょっとここモザイクかけていただきたいんですけど、あのここ今の現在地出てます。はい、これモザイクお願いします。はい、この、はい、撮影地だ。これもうすでに Google マップで、僕はいつも使ってるカープレイの画面が、あのちょっとね分かりにくいかもしれないんですけど、あのいつも使ってるカープレイの画面と一緒です。だから僕がいつも聞いているオーディブルの音源とかもここに出てきてます。でこれって、そう、音とかってどうするんですか。これ本体からも出ますし、はい、あと FM トランスミッターって分かります。何ですか。この音を、うん、あの FM のこう基地局みたいな感じで飛ばして、あ、車の FM、ラジオで聞くっていう。ああ、それできるんですね。はい、だから古いやつでもいけます。へえ。おお、あ、ごめんなさいね、ちょっとこれ画面見せられないですけど、ここからも出るし、車のオーディオからも出せるっていうことですね。配線とかせずに、はい、まあ、FM で飛ばすっていう。あ、それも無線でできるんですか。そうですね。あ、なんか昔ありましたね、それ。昔ありました。めちゃくちゃ昔じゃないですか、もう20年ぐらい前じゃないですか、なんか僕が車乗り始めた頃ぐらい。頃からのやつなんで、どんな車からでもいけますね。あ、なるほどね、ありました、はい、ありました。FM トランスミッター。あ、そうです。iPod とかから飛ばしてましたよね。あ、そう、それ経由で車のオーディオからも鳴らせるし、 Bluetooth オーディオからも出せるみたいなの書いてるんで、 Bluetooth 系のスピーカーとかをつければ、はい、そこからも出せるって感じですかね。そうですね。めちゃくちゃいいじゃん、これこれあればもうナビいらないですね。ナビいらないですけど、これが今最強ナビだと思います。すごいですよね、世界で。はい、カープレイを超えるナビは今僕は存在しないと思ってるんで、それをまあ結構安くできちゃうっていうことですね。そうですね。めちゃくちゃいいわ、これは便利ですね。エアプレイとかも出せるってことは、 iPhone のミラーリングで、はい、例えば Netflix とか見てると。そうですね。これめちゃくちゃいいです、はい、便利ですね。これってその Amazon とか楽天には出てないですか。似たようなものはあるんですけど、うん、ちょっとデザインが違いますし、はい、スペックとか、はい、付属品とかデザインとかいろいろやりようあるのかなと思います。あ、なるほど、はい、確かにこれ僕 Amazon とかほとんど見たことないですね。でもこれ英語だから英語も直して日本向けにローカライズしていけば、まあ、結構いいかなと僕は思いました。日本語化っていうのはできるもんなんですか。はい、あ、できますよ、はい。まあ、これは工場とのちょっとやり取りの中でって感じですけど、まあ、向こうが勝手にわけわかんない日本語で翻訳してくることもありますし、まあちょっとそれ待てよと、はい、うちらに任せてくれたらもっといい感じで翻訳できますよって感じで、その言語ファイルって言うんですけど、そういうファイルもらってこちらでちょっとちょちょってやり取りするっていうのはありますね。いや、めちゃくちゃいいですね。これめちゃくちゃシンプルなんですよ、これ。確かにめちゃくちゃシンプルです、ね、はい、あ、めちゃくちゃシンプルなんですけど、最強のナビなのかなと僕は思いました。確かに、はい、しかもワイヤレスで、うん、つながるんで、はい、ワイヤレスで繋がるの最高ですけどね。これ僕の今ナビこれに変えたいぐらい。本当に。あ、じゃあ後で変えておきます。いや、本当に。でもまあちょっとね、高かったんで。はい、まあでもうちのナビだとこっちの、はい、やつつけとけばワイヤレスにできるってことですよね。そうですね。わかりました。はい、皆さんこれはいいですね。これやりましょう。ありがとうございます、うん。まあ、一番ちょっといいなと思ったのはこちらは、結構差別化要因があるので、このディスプレイ付きのやつはターゲット層広いかなと思うんで、ちょっとやってもいいかなと思います、はい。でこっち の, そのカープレイをワイヤレスにするタイプに関しては、まあそもそも車がカープレイ対応してないとダメってことなので、そうですね、まあ、層もそんなに広くはないと思うんですけど、幕開けとかね、グリーンファンに結構売れてるということだったので、こっちもやってみてもいいかな、うん、はい、両面作成。確かに、はい、まあ、こっちはちょっともうちょっとなんか開発必要かなと思うんです。確かに、そうですね。あとこれどうします。これもやる、やろう、やります。遅れてるんで、このプロジェクトね、はい、まあ、どんどんやって、もう何百万でも、分かりました、1000万でもね、はい、いけたらいいなと思う。
誤解している人がいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱメーカーとして、はい、ある種特色を出していかないと、やっぱり今クラウドファンディングって難しくなってきてて、はい、まあ、アリババにこういう賞ってありました、これを右から左で、まあ、クラファン出せるかっていうと、なかなかそういう感じは、ね、なくなってきてはいるので、付属品であるとか、はい、日本語カーであるとか、まあ、ちょっといろいろなことをやって付加価値をつけていくことによって、はい、きちんとねクラウドファンディングやっていきましょうっていう流れにはなります。今はってことは昔はそうじゃなかったんですか？昔は、まあ、本当でもこれ1年ぐらい前ですけど、はい、まあ、あのアリババにあれそのまま出してても、まあ、文句言われなかったし、まあ、なんだ2年ぐらい前はアマゾンに同じものがあっても全然幕開けもねクリーンファンディングも出せてましたね、まあ、僕は言ってたんですよ、ちゃんとこれアマゾンにあるやつをそのまま持ってきてますって言ってましたし、幕開けさんとかの方にもこれってもうアマゾンにあるやつなんですけどめっちゃ出てますけど大丈夫ですかみたいなことはね僕は言ってましたけど、本当の意味でクラウドファンディングになってきたと。どうなんですか、本当の意味でのクラウドファンディングって、僕ってまずお金最初にもらってから開発始めるって感じだと思ってるんですけど、はい、もうすでにマクアクさんもまあ言ってます、あのクラウドファンディングって一言も書いてないんです、今新しいものを買う体験も提供してます、なるほど感じなので、はい、資金を集めて何かを開発するっていうものじゃないんですよね、マクアクとかグリーンファンディングすでに。本当の意味でのファンディングって、まあ、要はお金あげるっていうことなんですけど、ファンドするってことはね、はいはい、まあ、そういう意味ではもうなくなってきてますね、新しいものの通販サイトっていう感じになってきてますんで、今はだから新しいもの、まあ、これとかめちゃくちゃ新しいと思うんで、そういう新しいものを世界中から、ね、はい、持ってきて、それを新しい体験とともに、サービスとして販売していくっていうことが、まあ、一つ重要なのかなと思います。わかりました、はい、でもう一つ重要なのが、はい、その、まあ、ブランドとして専門性を高めていくということが重要でして、まあ、ここをちょっとね、最初から意識するかどうかで結構1年後2年後がね結構変わってきちゃうんですけど、あ、そうなんですか。僕もそのやっぱスクールで教えてはいるんですけど、やっぱり最初こうね、何でもいいからみんなクラウドファンディングしたいということで、これいけそうだこれいけそうだって感じでやられる方いらっしゃいます。それは別に間違いではないと思うんですけど、もしやっぱ1年後、はい、2年後3年後とかによりお金を稼ぎたいのであれば、一つの分野で絞ってクラウドファンディングやっていくっていうのはベストな方法かなとは今は考えてます。なるほど、あ、だからちょっと車にしましょうとかっていう話が、あ、そうですね、出てきたわけですね、はい、でもせいやさんだってやっぱ車が好きじゃないそもそも、はい、だからやっぱ車のことについてちゃんとやってくれるっていうのがあるかなっていう、せいやブランド、ちょっとブランド名まだ考えてないんですけど、はい、じゃあ、まあ、仮にせいやオートっていうのがあったと、せいやオートはこういう、新しいこのねガジェット、車系のガジェットをどんどん発売していくブランドですよっていうので、じゃあ1回ね、2回クラウドファンディングやるってなってきた時に、そうなればやっぱりそのクラウドファンディング側も、あ、こういうブランドってきちんと新しいものをちゃんと自分たちの考えなりに、まあ、キュレーションしてまとめて出してくれるんだなっていうことを、まあ、認識してくれるので、なるほど、まあ、正直そこまでいくと、まあ、多少アマゾンで同じようなものがあろうが、アリババのやつをそのまま持ってこようが、まあ、それはもうそのブランドのものなんでクラウドファンディングできたりするようになるかなとは考えてます。なるほど、だからそこに行くまでがやっぱちょっとしんどいというか、まあ、重要なので、まずは、きちんと、はい、あのブランドヒストリーみたいなのね作って、あ、ちゃんとこういう思いで僕たちは、はい、まあ、商品作ってるんだよみたいなのを見せていければなと思ってますね。わかりました。ご視聴の皆様もぜひせいやオートをよろしくお願いします、はい、ちょっとせいやオートはね、ダサいんだまだちょっと名前がね、はい、考えてないです。でもまあこういうね、よく見つけてきましたね、新しい。これだったら僕も欲しいなと思ったので。ああ、なるほど。はい、確かにせいやさんの車ね、カナビついてないんで。これいいじゃん。スパルタンな仕様になってるので。まあそういうことなんで、はい、じゃあ次はじゃあこれをちょっと、まあ、クリーンファンディング、幕開け、あとキャンファイア、審査かけてみて、はい、どこで出せるのかみたいなのをですね、ご報告する動画を撮っていきたいと思いますので、はい、ぜひお楽しみにしてください。はい、お願いします。はい、まあ、あとこちらの AI ボックスに関してはもうちょっと開発必要かなと思いますので、なるほど、メーカーといろいろやり取りして今できるコストの中で、はい、今できるこう一番いいスペックのものっていうのを出していけば、もっともっとね売れるものを作れるかなと思うんで、そちらもちょっとやっていきたいなと思っています。ということで、これどんぐらい売れるのかな、僕めちゃくちゃ売れそうな気がするんですけどね。あ、本当ですか。いや1000万ぐらい売れたらいいですよね。いや売りたいですね。単価安いんだね、これね、仕入れが結構安かったんで単価が3万とかですか。それぐらいになると思います。結構これで3万ぐらいで小売価格できちゃうぐらいなんで、300個売れて900万。そうですね、
いけるかな。結果気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。テイヤさんにねちょっと知った激励ありましたら、はい、ぜひコメントを、はい、いいねよろしくお願いします。お願いします。で僕はこんな感じですね、クラウドファンディングで稼ぐ方法というのをね教えているウェブセミナーやっておりますので、まあこういうねこういうの誰でも見つけられるんで、あのこういうものを作って、まあ、普通に年間で何千万3000万とか5000万ぐらい売れば、あの本当に年収で1000万とか2000万ぐらいっていうのは全然可能なので、そういう方法を学んで年収をね上げてみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、クラウドファンディング の、 あのマニュアルをですね、配布してます。こちらの LINE の方でね配布してますんで、概要欄見ていただいてそちらを見ていただければと思います。クラウドファンディングのウェブセミナーというのもやっておりまして、そちらを見ていただくとよりですねクラウドファンディングについて学んでいただくことができますので、そちらも概要欄に書いておりますのでぜひそちらも見ていただけると思います。安田さん、あのちょっと遅れを取り戻すんで、はい、頑張ります。ここからフルスロットルで、はい、よろしくお願いします。まだ買ってるんですよね、サンプルね。結構大きいやつも意外とちゃんと見つけてきていろいろあるんで、今年今ね4月5月入ったとこか、はい、5月入ったとこなんですけど、まあ、3個か4個ぐらいできたら、まあ、5000万ぐらい売れるかな。2月に注文してるのにまだ来ないやつもあるんですよいや明日できます、明後日できます。いやー中国あるある、今ほんと中国ね、あの抑えっていうかね、もう向こうも原材料ないし物流滞ってるしで、はい、まあ、大変なんですね。僕も中国会社持ってるんで、でクライアントさんもいるんですよね。その会社のクライアントさんにももうすごい嫌いやがりしてるっていう状況なんで、世界が分断されてしまって、はい、中国以外の世界は結構回復してるんですけど、はい、今逆に中国が一番やばい状況ってなってるんで、まあまあそんな中できちんとね、サンプルとかもゲットして、はい、クラファンできるつつあるので、ぜひ、今後もやっていければと、はい、よろしくお願いします。お願いします。売りましょう。ではそんな感じで最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。